はい、今日はゴールドジム、岐阜店初出店の、イオンモール時店にあるゴールドジム沖イオンモール店さんにお邪魔しています。今日ねもうセミナーをさせていただいたんですけども、ちょっとね、店舗の案内も、したいなと思いますので、よろしくお願いします。まずね、店長がいますので一緒に案内してもらいます。雰囲気がちょっとアメリカのゴールドジムっぽい、あのフェンスとか、あとこの土地の、まあ、セットを取ってもらったこの焼き物ですね、そうですね、買いたいように経営させてもらえて、すごいこう土地感に合わせてこういったところのこだわりがあるっていうのは、はい、岐阜県第1号が、ね、そうですね、まあ、岐阜って横に広いんで、はい、岐阜市とこの、この辺東濃って言ったら、ね、馴染み、皆さん多分馴染みは結構聞いたことあるんですけど、はい、もう夏になるともう40度とか蒸し暑く、あの僕たまたまね前の仕事の時に非常に馴染み周りを15年ぐらい経験してたんで、この辺結構あの第二の故郷で思ってますので非常に嬉しいですね、この辺できて、まあ、ちょっとマシンなんかね、まあ、マシンはね本当にあのさっき申したけど、全て揃ったらになってる。そうですね、エクステンションカールを、はい、これはあれだね、ミーリングレッグカールですね、入ってばっかりだね、そうです、ここはレッグプレスが2台、はい、ちょっとレトロードみたいな、向こうに。リカールマシンっていう。ローズがしないと、なんか。結構普通多いね。多いですね。あとがアシストシーン。そうです、はい。ちょっと面白いね。レプレイズです。あ、これ何マシンだ、あの上に乗っていたら見て、ちゃんと見て、このまま乗っていたけど、真っ黒に。あと有酸素が。イオンの奥まった場所なんで、ね、ちょっと分かりづらいっていうのが、ね、駐車場の一番奥、そうですね、それ覚えてたけど、車で撮るとき、僕は今日撮るのがいいですけど、空いてるんで、僕は、ああ、そうですね、はい、トレーニングだけで撮る人は、はい、もう、絶好の、はい、すぐ駐車場、すぐですね、入り口もすぐ、平面駐車場しかないの、そうですね、なんで、一番奥目指してて。4台、はい、パーラックになります。
先生は、はい、そうです。ハンマーのプレスケースはい、うん、今ってまたまたメレージをしていきますアジャストビンチとかベンチプレスさんのロッカーがすごいね。そうですね。ちょっと、お客さんいなかったら違ったでしょ。お、すごいかっこいいですね。天井高くて。こんな天井高いロッカーなかなかないですね。そうですね。すごいかっこいいな、ロッカー。で、タンニング。こっちもロッカーですね。そうです。はい。こっちもすごい。でパウダーエリアと、あ、シャワーですね。奥がサウナですごい綺麗ですね。個室になってる、ね、すげえな。へえ、あ、めっちゃいい匂いしますサウナ。サウナです。ありがとうございました。という感じで、館内一周を回して、なんかロッカーがすごいすごいですね。そうですね。ロッカーすごかった。いえ。まあ、ジムはもうマシンが本当に豊富に全て揃ってます、ね。バランスよく。なんか、また、スタジオとかは？はい。ABEX のダンススクールと、新曲新空手のスクールがあって。あ、空手やってるんですね。はい。まあ、名古屋から本当に1時間ぐらいかな。高速使って。そうです。うん、非常に、名古屋からね、もう来れる距離感かなと思いますし。特に地元のトキの隣が多治見で、向こうが中津川、水波とかかな、まあ、その辺のね、お客さんもぜひ来ていただいて、あのゴールドジムにしかないマシン、特にウェイトスタックのマシンかな、ハンマーストレングスなんかは結構今、いろんなジムにもあると思うので、ウェイトスタックの、ね、マシンの良さを、ぜひね、皆さん使っていただきたいなと思います、ね。ご体験いただきたいですね。はい、お待ちしております。なんか今あれですか、体験とかはもう終わったのか。12月も実は無料体験会で、あ、そうなんですか、はい、じゃあちょっと時間が指定されちゃって、あ、はいはい、できます。問い合わせ、はい、ぜひお願いします。そうですね、家族で来て、はい、僕はゴルフジムで、はい、家族の方はもう遊ぶとこいっぱいありますね。そうですね、ハウジングセンター行きましたハウジングセンター行って家をいっぱい見てきました本当にちょっとトレーニングしてお買い物してるとか、お友達とも、あれもあるんですよ、スーパーセントも、あ、あります、そっちですね。このまま遊べるし、奥様も遊べますし、ぜひ皆さん、ビオンモール特典のゴールドジムにお越しください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
願いします。